皆さん、こんにちは。こんにちは。今回は色欲の続きをやっていきたいと思います。前回は主人公が変な虫につきまとわれて終わったのよね。霊夢の殺気が凄まじかった。絶対に主人公は渡さないんだから。気を取り直して進めていきましょう。ゆっくりメガネの時間が始まるよ。ゆっくりしていってね。このぶりっ子の豊島女めー。とりあえず深呼吸だ。ふぅ。キラさん、ため息ついちゃってるわよ。キラ先輩、あのお客さんなんですけど。うん。部屋に映画出るみたいなので、見ていっていいですか？やめとけって、録画にやられるぞ。コーナーや、絶対ついていく。てむ、お前。まさか、お前に気を使われるとはな。勘違いしてるような気もするが。はい。二人が噛み合ってないような。いいえ、男になってきな。どういう流れ？霊を見に行くだけなのに変に引っ掛けないでよ。やばい流れに乗ってきちゃったんじゃないか。俺にもあんな青い未来があったな。感傷に浸ってる場合じゃないわよ。ちょ、お前。ちょっと待った、コール。誰？キラオマ、なんでテルにアフター譲ってんの？リュウガさんか、未成年だからダメだって言ってたもんな。リュウガさん、見てください、テルのやつ、男になろうとしてますよ。そういう問題じゃねえよ。いいツッコミだったわ。下に客譲るのもありえねえし、そもそも未成年がアフターはダメだろ。と正論言ってる。キラさんいい先輩だと思うけど、どこかずれてるわよね。あいつを見ていて、思うんすよね。俺にもあんな時代があったな、って。感傷的な人のようだ。早く止めてこい。経営者の立場にしたらそうなっちゃうわよ。ルーガさん。わかってくれたのかな？テルを男にしてやってください。ちょっと都合審査員だったのね。ダメに決まってんだろ。もう、主人公もキラさんの暴走も止められそうにないぞ。アフター行ってきます。ああ、行っちゃったわよ。早く追いかけないと。テル、アフターはダメだっつーの。誰も聞いてくれない悲しみだな。ルーガさん。大丈夫です。自信に満ち溢れてる。俺がついていきます。ていうか、お前が行けよ。結局行くんかい。店のホストいなくなるけど。いいんすか？ルーガさんくーそんな似てるのことを。わかりました。行ってきます。一人芝居が始まっちゃったよ。だったら最初からキラさんだけがユリと行けばよかったんじゃない？鳩が豆鉄砲食らったような顔しちゃってるよ。大丈夫かあいつら。大丈夫そうには見えないけど。急いで追いかけよう、見失う前に。キラさん、意外と厄介な存在だったわね。おう、妹だ。お兄ちゃん、まだ仕事終わらないのかな？心配だからといって子供が来る場所じゃないわよ。どこにでも現れるんだな。俺はアフターっていう仕事がないから帰りが遅くなることはないけど。ルナは先に寝ていてくれ。先に寝てろって言われてるじゃん。わかったよ、お兄ちゃん。主人公だって心配するだろうが。相変わらずのブラコンね。帰りが早いって言うから迎えに来ちゃった。お兄ちゃん驚くかな。腰を抜かすだろうよ。主人公が出てきたのかしら。あ、誰か出てきた。警察に見つかったら補導されるよな。やっぱり主人公とユリだわ。それじゃユリさん行こっか。はい。くっそ、なんとか阻止せねば。妹が妨害してくれるんじゃないか。それを期待するしかないわね。サングラスの中の目が怖いんですが。激しい憎悪を感じるわね。どういうことなの？糸電話いいね、かけちゃえ。もしもし、お兄ちゃん。もしもし、もしもし。なかなか出ないわね。もしもし、もしもし、もしもし、もしもし。このしつこさ、蛇のようだ。もしもし、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 もしもし。もしもし？出るまでかけ続けそうね。異常なまでのしつこさ、健在ね。出ない。諦めたのか？珍しいな。違うわね、ユリ相手に燃えてきたのよ。オーラをまとったな。女同士の戦いはここからが始まりってことよ。勝手に巻き込まれていってる。鈴木とは違ってユリは純粋さのかけらもないから負けたくないわね。そのライトはいつも持ってるの？いいなぁ、夜のデートは憧れるぞ。そうだよ、都会とはいえ、夜は危ないからね。ふーん、
いつも準備してるんだ。霊にいつ襲われてもいいように準備はバッチリなのね。ん？物陰に誰かいるような。あのツインテールはまさか。やっぱりか。お兄ちゃんの心配もわかるけど自分もまだ子供なんだから気をつけないと。よくこのくらい中、サングラスも外さないで隠れてたよな。そりゃあ、執念よ。すごい至近距離で見てきたけど。目は死んでないわね。めっちゃ目線が追いかけてる。嫉妬の炎が燃え上がっちゃったのよ。主人公はあれだけ視線を送られて気づかないもんかね。普段はどちらかというとどんくさいから。やっと殺気を感じ取ったのかな？どうしたの？いや、誰かに尾行されてるような気がして。気のせいじゃない？でも、妹は尾行じゃないわよね。佇んでただけだな。いや、この町では、失踪事件が起こってるらしいんだ。失踪事件？ああ。今日聞いた話だけど、何人ものホストたちが失踪しているらしい。ユニさん、夜道には注意していこう。そんな物騒な事件があったっていうのになんでのこのこついてきちゃったかな。ありがとう。変質者が出たら、私を守ってね。コサル。自分の身は自分で守れよ。ユニさん、わかった。その優しさが良くないわね。今度こそ、必ず守るよ。そうか、鈴木のことか。お願いね、テル君。私も守って。ああ、約束だ。ホストの自分も案じてくれ。着いたよ。おお、ゴージャスなマンションじゃないの。すごいマンションだね。防犯設備もしっかりしてそうじゃん。かなりの高級取りだったとは驚きだ。違う。こっちだよ。なんだ、このマンションじゃないのね。どれどれ？どんな住みかなんだ？エロいな。マジ？そういう反応になりますよ。こっちだよ。無理してホストに通ってたのね。いや、ここがユリさんの家？本当に？主人公も結構失礼なこと言ってますが。うん、暗くて汚いところだけど、ごめんね。こう言われちゃ返す言葉が見つからないわね。そうか。ホストクラブで遊ぶには、お金が必要だもんな。こういうところで、出費を抑えて、努力していたんだ、俺たちのために。ただ単に自分の娯楽のためじゃないか。ユリさん、こっちこそ、ごめん、俺たちのために。早く行こう。主人公が謝ることなんて1ミリもないのに。うん、早く行こう。二人きりにさせてたまるもんですか、押し入るわよ。一緒に部屋へ突入するので今回は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、またね。この動画をご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをぜひお願いいたします。チャンネル登録もしてくれよな。ちょっと、空気の読める男ではなかったのか？空気は読んでるつもりだが。マジか。おすすめ動画と関連動画もぜひご覧ください。それでは、次の動画でお会いしましょう。またね。